私は昨年のあの事件によって一番大事なことに気づかされたのです。残念ながら世の中は人を惑わすもので溢れています。正義と信じた行いこそ実は過ちかもしれない。一人の判断力などたかが知れているんです。それを私に教えてくれたのはとある少年少女たちでした。私は彼らのように皆さんと手を取り合ってこの街の未来をもう一度考え直したい。目先に惑わされず大事なものを守ってゆける、そんな稲橋を目指したいんです。ねえあなた、あの人覚えてる？あの人、例の事件で一度逮捕されたでしょう。それが立候補するなんて聞いたからびっくりしちゃったわよ。熱心よね。最初なんて誰も寄りつかなかったのに。実は私、何度か演説聞いてみたんだけど、案外いい人かもしれないわよ。時流に流されず、私たち自身で考えてゆけば、この街にはきっと活気が戻ります。だからどうか、私に皆さんの力を貸していただきたい。どうか、お願いします。もしもし。ああ、ああ、お前か。そういや、こっち来るんだったな。今日着くんだったか。すまんな、ちょっと野暮用なんだ。誰か友達にでも連絡して、うまくやっててくれ。じゃあな。ビフテキおにぎりってどうだろう。冷凍してさ、自家ネットで全国に。どうかな、あれって手作りだろ、数作れないんじゃないの。まあでも町おこしっていうならやっぱ限定とか手作りはいいのかな。一度は引っ越しも考えましたけどね、どうもここを離れる気になれなくて。そうですよね、結局生まれ育った町ですもの。やっぱり何とかして寂しくならないようにみんなで頑張るしかないわよね。 OK だ、ジュネスが全面的に協力してくれるってよ。やったー、やっぱ行ってみてよかったね。もっと早く協力すればよかった。でもよ、地元生産品コーナーって何出しゃいいんだ。ビフテキ串とかはいいとしても、この町に他の名産なんてねえし。バカモン、何でもいいんじゃ、野菜でも魚でもラーメンでもいいわい。精魂込めて一生懸命作ったもんなら何だって喜んでもらえるに決まっとろうが。ジュネスに恥かかさんように頑張るんじゃ。わしらがおじけづいてどうする。
見つかっちまうだろうが。よよよ、陽介がトロいからでしょう。中トロだからでしょう。お前声でかいんだよ。なあ、もう絶対バレてるよ。しょうがねえ、行くぞ。せーの。わあ。わあ、クマ。なあ、もう何やってんの。打ち合わせと全然違うじゃん。てか、わあ、クマって変だし、こっちがクマに会っちゃったみたいじゃん。そう、うまくはいかないと思ってましたけどね。面目ない。面目ま。あー、先輩、久しぶり。元気だった？私のこと恋しかった？いや、お前来るって聞いてさ、サプライズ企んでみたんだよ。ほら、5月の連休はさ、いろいろあってあんまゆっくりできなかったろ。今回も何もなしで個別訪問じゃなんか微妙だしね。そうそう、それに誰もいなかったら少しは寂しがるかなってさ。ま、結果はこの手たらくっすけどね。先輩、お久しぶりっす。ねえ、驚いた？あ、カンジ君でしょ。それがね。カンジ君のネタ振っちゃダメだって。ユキコ止まんないんだから。だあ、なんなんすか一体。失礼っしょ、いい加減。まあ、みんな少しは変わりましたね。いつまでも同じ場所で足踏みというわけにはいきませんから。いつまで笑ってんだっつーの。あの頃が一番楽しかったなんて言いたくねえからな。見守ってくれる奴らさえいりゃ、俺らはいつだって変わっていけるんだ。ユウスケは相変わらずカッコマンのままね。クマは変わったね。もうパワーアップしてヒグマになっちゃったね、きっと。そうか、そりゃ強そうだ。これからはバンバン力仕事振ってくからな。俺だ。びっくりだかしゃっくりだか、そんなようなやつはすんだか。デカにそりゃないだろう。勘弁してくれ。俺も無理やり頼まれたんだよ。イルス決め込んでくれってな。見破る方は得意でも、自分が芝居となると俺も点で素人だな。とにかくそいつらと一緒に帰ってこい。うまいもん取ってやるぞ。お、マジっすか。食いたいっす、うまいもん。もう幹事、違うでしょ。先輩帰ってきたお祝いなんだから。うるせえな、分かってんだよ、んなこと。うまい。里中先輩、それ2個目じゃねえすか。一人一個っしょ。全員よく食うな。さすがに頼みすぎたかと思ったが、おお、こんなか。すんません、どうも。ななこちゃんいないんですか。
俺ら先に食べちゃってますけど。習い事でな、気にすんな。ちゃんと別に取ってやる。言ってなかったか、七子のやつ習い事始めてな、ぼちぼち戻る頃だ、一目散に帰ってくるだろうさ。お前が来るって知ってから毎日その話ばっかりだったよ。俺か、怪我はもう心配ない。他はそうだな、少しずつだがちゃんと前に進んでるさ。実はな、古いひき逃げ事件の情報をつかんだんだ。被害者は堂島千里、俺の妻だ。ガセネタに振り回されてきたが、今度こそ尻尾をつかめたらしい。市場は抜きにすると決めた矢先にこれだ。なんだかな。まあ、そうやって腹くくれたのはお前のおかげでもある。礼を言っとくよ。他にはそうだな、ああ例の事件だがな、生ためのやつは嫌疑不十分で釈放になった。詳しくは話せんが、要は自供の手口を再現できなかったんだ、生ため自身もな。本人は随分うるさく罪を主張したが、余罪ごと書いた手帳一つで誘拐罪ってわけにもな。俺んとこにも謝罪に来たが、自分にできる償いを自分で考えろと言ってやった。市議に立候補するとか言ってたが、どこまで本気かわからん。よく演説してる人、やっぱり生ためさんだったんだ。それとな、この前足立に面会してきた。どうなったんすかね、足立さん。取り調べとか堂島さんがしたんですか。俺は関わってない、関われないんだ、近い人間はな。だが起訴はされた。状況証拠だけだろうが、犯人しか知りえん情報をいくつも喋ったらしい。後半の日取りも決まったんでな、やっと顔見に行けたってわけだ。そうでしたか。交流中の態度は模範的だそうだ。あの野郎、塀の中の方が俺の仕事より楽だと抜かしやがった。今度の差し入れは特売のキャベツにしてやる。ただいま。お父さん、お兄ちゃん、お兄ちゃんだ。よかったな、七子。ナナちゃん、おかえりくま。クマさんもいる、リセちゃんも勢ぞろい。ナナ子ね、ピアノ習ってるんだよ。あとね、いい子にしてた。今度お兄ちゃんにも弾いてあげるね。まさかピアノって言い出すとは思ってなかった。やっぱり娘なんだな。ああ、千里はピアノを教えてたんだが、こいつもなかなかうまいもんだ。ピアノって言葉を聞くのもしんどかったが、こいつにせがまれちゃ俺も変わらんとな。七子ね、お母さんが弾いたの覚えてる。今度は七子がお父さんに弾いてあげるね。お父さん、天気予報始まるよ。続いて気象情報です。今日は一日気持ちよく晴れましたが、明日以降どうでしょうか。現場のくすみさん。どうも、くすみまりこです。
昨日までずっと雨ばっかでした。なので今日から晴れにしました。まあこんだけ降ったし、この夏はもう水困んないでしょ。つうか彼が来てるのに雨とかありえないんで、この先しばらく晴らします。くすみさん、くすみさん落ち着いて。あ、でも暑かったら降らすんで、雨適当にすぐ行ってくれたらいいと思います。彼なら、うん、あ、これ言ってなかったね、君に。あいつあれからちょいちょい来てんすよ。姉妹にこんな有名になっちまって。てか短期間で人気出すぎなのよ。てか局の扱いどうなってんのよ。てか名前ひねりなさすぎだし。このお姉さんが明日のお天気決めるんでしょ。お姉さんが晴れって言うと晴れるよ。この子の場合はどうなんだろう、それ。くすみさん、ありがとうございました。ではいつものどうぞ。あー、はいはい、その前に指針ね。私元気でやってます。あのね、大好きだよ。はあ？今のって公共の電波で、愛の告白。こりゃ苦情殺到だろうな。ったく、最近の若いやつはよくやるぜ。そういや、お前と同じ名前か。お前もそんくらいモテりゃいいな。それじゃあ明日も頑張ってねっと。頑張ってねっと。近頃よく見るな、この予報士。応援されると不思議とやる気が出るとか、その若い連中も言ってやがった。確かにそんな気はするな。まあ妙な霧も晴れて久しいし、天気情報にかじりつくこともなくなったがな。でも最近すごいんだよ。町の人たちがみんなやる気出してるっていうか。そうそう、なんかみんなやるぞってなってるよね。確かにそうだな。街歩いても去年みたいな陰気さがないのは感じる。僕が来た頃より皆さん前向きですよね。人ってのは変わっていけるってことだ。ま、変わっちまえるってことでもあるが、それも考え方一つだ。妙な霧が晴れて町の連中も気づいたんだろう。結局は目を開けてた方が明るいってことにな。見たくないもんは山ほどある。人間は汚えなと思うこともな。けど目が開いてなきゃ隣にいる大事なやつもよく見えん。そんなんでどうやって幸せになれる。結局は前見て歩くしかないってことだ。余計なこと言っちまったな。思ったより酒が回ったか。そうだ、ナナコ。こいつが帰ってきたら言いたいことがあるんじゃなかったのか？里中には無理だな。ミリクマ、あんたね、言ってくれれば私も作ってきたのに。マジ勘弁してください。何よバカ、私だってやれば。あのね、うん、なるほどな、いいな。よっしゃ。ではせーの、おかえりだって。先輩漢字、おかえりだってば。合わせなさい。うるせえよ、緊張してんだよ、緊張。無慈悲な言葉。
君。